第1回新居浜市総合文化施設及び美術館協議会が28日、新居浜市栄町の赤金ミュージアムで行われました。28日の協議会には、新居浜市総合文化施設及び美術館協議会委員と事務局員19人が出席。はじめに、総合文化施設館長の阿部義澄新居浜市教育委員長が、新居浜の文化の拠点としてにぎわいを継続していくためには皆様の協力が不可欠です。これからどうぞよろしくお願いいたしますと挨拶。事務局から協議会委員紹介の後、委員を代表して新居浜市 PTA 連合長安泰蔵さんに委嘱状が手渡されました。教育委員会、よろしくお願いします。はい、謹んでお願いします。その後、会長と副会長の選出が行われました。会長にはサポータークラブ代表青野忠さん、副会長には郷土美術館協議会日野勲さんが選出され、満場一致で会長副会長が決定しました。続いて平成27年度実施事業と平成28年度事業計画案について報告がありました。質疑応答の時間も設けられ、委員からは一般的に2月は美術館の来場者数が減る傾向があるが、それに対してどのような広報活動をしていくのかなどの質問があり、事務局はこれに対し定期的に発刊しているチラシを小学校などに配布するなどしていくと回答しました。次回の協議会は6月末に開催予定とのことです。